はい、どこにしてほしいと？ミクです。はい、前回ですね、視聴者の皆様へっていう動画を出させていただきました。その後の私の動きというか、まあ、どうなったのかなっていうのをちょっとね、また報告としてさせていただきます。近頃ね、動画の更新頻度がちょっと増えたんじゃないかなって思う方いらっしゃるかも思うんですけども、はい、お察しの通りです。仕事辞めました。はい、今年の4月に、あ、違う、3月か、3月の終わり頃に、入社して、で、そこから、約9ヶ月か、9ヶ月ぐらい頑張ったんですけども、まあ、残業時間がめちゃめちゃ長い。朝晩と遅晩っていうのがあったんですけども、朝晩が朝の8時半から、まあ、だいたい夜の7時とか8時とか9時とか、ひどいとラストまで、夜の10時閉店だったんで、までやるっていう仕事をやってたんですね。なんかすごい大変でさ、本当に。いや、仕事内容に関しては全然問題ないんですよ。仕事は好きだったんで、まだ良かったんですけども、どうもね、無駄な残業が多いというか、なんでそこまで残すんって話があったんで、それで、まあ、6月ぐらいかな、もう6月とか7月あたりからもう転職活動やってたんですけどね。はい。まあ、ちょっと長引いてしまったって感じで、ようやく終わりを迎えることができました。まあ、12月に入ってね、12月はお客さん増えますので、まあ、ボーナス増えたりだとか、年末に向けていろいろあると思いますので、まあ、お客さんも増えるから大変だろうなっていうこともあったんですけども、まあ、自分の体の方が大事だなと思って辞めました。上司に辞めますって言った時は、ちょっと急すぎないみたいな話になったんですけど、いや、もう無理っすね。っていう感じで、辞めさせていただきました。はい。で、まあ、退職金は、まあ、もらえなかったんですけども、まあ、その前にボーナスもいろいろ支給されたので、生活はね、普通にやってます。はい。で、新しいところにも転職も決まってますので、そちらの方で新しく働こうかなと考えております。はい。前回の動画の時にはね、動画休みます的な感じでちょっと伝わってしまったみたいで、皆さんにちょっと心配かけちゃったかなとは思うんですが、大丈夫です。無事元気にやってます。はい。まあ、働いてたせいでね、ストレス溜まりまくってて、で、胃がまたぶっ壊れちゃったんですけども、はい。まあ、それもちょっと療養しつつ、あと新しいところにね、新しいところで働こうかなと考えています。今画像流してるのはマジカル未来2019の時です。まあ、それを見ながらちょっとね、今後の私の動きというか、っていうのをまたちょっとね、語っていこうかなと思います。はい。まず皆さんにまず迷惑をかけてしまったところを、まずすいませんと、謝りたいです。申し訳ないです。本当に。就職は本当皆さん、慎重に。ね。いろいろな人が、いろんな職について、いろんな職で働いて、退職して、ここの会社はこうでしたっていう、口コミもありますので、就職する方、ぜひ、そこの辺のところは気をつけてくださいね。はい。で、それで、まあ、無事転職も、決まりまして、1月の頭ぐらいから働こうかなと考えてます。つまり2週間ほどですね、僕にはお休みもらえたわけなんで、溜まってた雪も全部使わせていただいてるんで。はい。そうですね。また仕事は始まるんですけども、以前のところよりかは随分マシだとは思いますので、またね、ぼちぼち動画の更新頻度を上げつつ、頑張っていこうかなと思ってます。まあ、無理しない程度でね。まあ、忙しくて動画上げられない日も多分あるとは思うんですけども、また今後のともね、長くお付き合いしていただければと思います。前回の動画上げた時に、コメントですごいバシさんのね、タイミングで構わないのでって言ってくれた方が非常に多くて、すごい助けになりました。ありがとうございます。本当に。助かりました。はい。ちょっと心配かけちゃったかなとは思うんですけども、またぼちぼちね、やっていこうとかと思いますので、そうですね。応援してくだされば嬉しいかなと思います。はい。で、僕12月15日に、辞めて、で、12月の10日にはボーナス入ってたんですけども、そのボーナスを使って、まあ、パソコンの買い替えはちょっと検討はしないんですけどね、また、この間新しいパソコン買っちゃったんで。はい。なんですけども、ちょっと新しく、また動画をね、変えていこうかなと思ってます。前回も言った通り、チャンネル登録者が2000人突破しまして、で、それのありがとうの動画をまだ作ってないので、その動画も作りつつ、まあ、ちょっとまたね、チャンネルを進化させようと考えていますので、はい。またね、応援してくだされば嬉しいかなと思います。はい。
やっとスレードが終わって、本当に残業時間だけが本当に辛かったっていうのと、あとまあ、ね、現地までだよね、店の場所までが遠かったっていうのはまたあるかもしれないんですけどね、うん、それは自分で選んだからしょうがないかなとは思ってたんですけども、加えて残業時間もクソ長いということもあって、はい、本当に辛かったなぁ。むしろ9ヶ月よく頑張ったよって感じ、本当に。胃が壊れるまでよく頑張ったわ。はい。まあ、という感じです。うん。またちょくちょく頑張っていきますので。っていう感じでね、動画を終わりにしたいと思います。マジカル未来2019楽しかったなぁ。マジカル未来、そうですね。来年の12月にですからね、もうようやく1年。うん。ようやくあと1年まで来ましたねって感じですね。うん。またね、マジミラーもね、行って動画撮りたいと思ってますので、応援してくださればいいかなと思います。はい。というわけで報告は以上です。バシーでした。ありがとうございました。はい。これからも頑張ります。というわけで、バシーと、ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、バシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。